お伝えください、えー、皆さんこんにちは、えー、っとインターネットの方々こんにちはまたおはようございますまたこんばんはですね、えー、っと今日はあのデビット牧師が来てくださったんですねケンジントン協会の牧師で、えー、それから ECI の中心幹部のか一人の方ですね、えー、素晴らしいメッセージをしてくださいました夜は、えー、っと イスラエル関係の事柄をね。語ってくださるというので、まあ,あの期待をしつつ、えー、皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。それで、明日からえっ、ー、とオーストラリアチームが行きます。で、このオーストラリアチームというのは特別なチームであってですね。えっ、ー、と我々のえーとチーム派遣がどういう枠か、えっ、ー、とオーストラリアに大陸にだけは行ってなかったんですね。えー、まあ、あの道が開かれなかったということもありますね、えー、ですから。えー ところがあの中野牧師娘さんの牧師さんがですねいろいろ、えっと、やってくださってあと中野牧師のところの宣教師も向こうに行ってるみたいで,でそういう方々の助けによってですね、えっと明日から行くことにあのなりましたどうぞあの皆さんね、えー、お祈りくださいますように、えー、お願いいたします。えー、そしてですねえっと 五大陸行くっていうことは歴的な大きな意味があるということであり、またこのチームの後にさらに選挙が大きく開かれるね、特に危険な場所の選挙が開かれるということを語られています。ですからポイントになる選挙なので、どうぞあの皆さんもね、祈りつつ対応をなしといていただきたいと思います。それとともにですね、ま今回は。 ちょっと不思議なことがあったんですね、まあ、こんなことはないんですけど何が不思議なのかっていうと、まあ、私と榊牧師とそれから山川伝道師はまあ早々と決まったんですが後から申し込んだ方々4人ねそれがね取れないのでしょうね。で我々はシンガポール航空で行くということでシンガポールでウェイティングをかけたんですね。でウェイティングっていうのはあの取れるもんなんですよね。で特にあの えと出発の1週間前ぐらいになりますとね必ずキャンセルが入るからそこで4人は入るっていうのは普通のことだったので入らないのですよね祈っても祈っても入らないと入らないのですよねそれで金曜日のですね徹夜の時にもう土曜日のお昼までが限度であってもうこれ以上やったらいけなくなるということだったのでもう緊急の方法をねいろいろあの言ってきたんですね。一つはあのタイ航空で20万と そういう感じだったんですね。あるいは、えー、カンタックス航空で、関空から十七万何千円。まあ、こっちから行く人は二十万ぐらいですよね。ね、それで、えっと、シンガポールエアー十三万だったので。ちょっと、あの、間近なくに聞いたんですね。二十万円なっても、大丈夫かなって言ったらね。大丈夫ですって言ったんですが、目が宙を浮いてたんですよね。<laughs> それでもうちょっと突っ込んでね。あの、奥さんの確認は取ってるのかと。ね。大丈夫です。 って言ったら、もっと不安そうな顔してですね <laughs>。あの、目,目が中を。浮いてるわけですね。じゃ、あ行くのって言ったら。ね、行きますっていう、その、なんか、何とも言えない、こう。<laughs> 不安と、その。<laughs> 目が中を浮いてる、そういう感覚がありましたよね。えー、そしてですね、まあ、土曜日の、えー、っと。最後の最後の時にも、もう、開かれなくてですね。まあ、これは最後、ね、二十万円しかないかなっていうね。 えー、あるいは17万円なんだけど関空に行くからこちらから見ると20万円っていうね、えー、それしかないかなっていうところに最後に大逆転が起こりましてですね、えー、と直行便が開かれたんですね。でなんと9万あの、ね。感謝したいというふうに思います。ですから、えー、と彼らは我々も遅く行って。 ね、我々は朝の10時ごろかなそして彼らは夜の8時ですからねで我々より先に着くんですね直行便だからそしてですね、あのー、時間も短いんですねいあ一つのフライトだけですからねじゃあまあ我々もそっちにしたらいいじゃないかって言うかもしれませんがそうはいかないのですね,ねだ13万だからちょっと高めだから、ね、9万の方がいいじゃないかっていうかもしれませんけどマイレッジを取らないといけないのですねマイッ今のなんですけッで これをやっとかないと大変なんですね。それはね、あの会見行くときギターとかいろいろ持ってくるじゃないですかね。それを普通入れてくれないのです、ね。あるいは何万か取るんですね。ねところはね、ワンケイ持ってるとね、それをね、ストーさせてくださるわけですね。ですがこれをなくすとね、動きが取れなくなる。それともう一つはラウンジに入りますね。で、皆さんはラウンジに入ったときごちそうばっか見てるから。 ラウンジでね坂盛りやってんだろうなんて思ってるかもしれないけど <laughs> <laughs> そうじゃなくてラウンジじゃないとねあの要するに Wi−Fi が飛んでないところがいくつもあって飛行場であのブログをね送れないんですですからこちら側から最新ニュースとかブログをあの送る時でねだからラウンジに入らないといけないんですねそれを失うとね我々の,あの、えっと、活動がね縛られちゃうねだからですねちょっと無理してしても シンガポール周りでね。こう行くということでですね。あのま、そういうことなんですね。それであの特別なえっと意味合いがありますのでね。どうぞ皆さん。えっと祈っていただきたいと思います。また、え大陸全部あ,あ5。大陸か5。大陸全部行くことを通してですね。サイン、次の段階のあの回線が開かれていきますので、そういう意味にといていただきたいと思います。それとともにね。新井先生が今度はえっと来てくださいます。 聖書、えー、学講座でですすねこれをやりますで、えっとまあ井先生曰く「あなた方はね万橋教会の、えー、穴をが見えるだろうけど私もあなた方の穴が見えると、ね」こうおっしゃってくださったんですね。それで組織進学系つまり頭 <laughs> そこに穴がある <laughs> まあそういうことなんです実は。<laughs> <laughs> で,すねでおっしゃってくださってですね決してあの受けることになりましたで必要な学びなのはねどうぞ皆さんもいらっしゃってくださいただあのえっと進学生の人はただなだしあの回線の授業の人は回線の授業の中でやりますからただなんですけどそうでない方はねえっと何か言ってましたねえっと長考したい人は1万5000円かな1年,1年半年かな1万5000円あっ関係者って誰もいない 半年半年ね半年半た多分ねということになりますそれから、えー、っとこっちで見てねインターネットで見てる人は1万円かなという形になりますね。あのー、でもですね、あのー、そっちの方が楽,楽ですよね。えー、それはあのー、しばらく経つと強欲なですね雲ジ人が動き始めますからですね <laughs>。 そうすると一つのやつを2,000円とかなんかい始っゃいますからですね <laughs> <laughs> あのそれを考えるならばそういうのがはるかに良いと <laughs> いうことですね。<laughs> それで驚くのは十数,十数年前から予言で荒井先生が首脳獣医科の進学校の講師をやるようになるとね主がおっしゃってたことですよね。まさにそれが現れてきてるのにですねちょっとあの驚いてますね。神の畑はちょっと違うなとあのこういうふうに思います。 それとともにですね今ですね「クリスチャンの寄り道」っていうやつでえっと牧師伝道師の,あのお話を流すようにしてます。週先週から始まったんですねまあ10分間いないぐらいでそしてやっていただくとねまあ最初は失敗の話から聖書の話に入っていただくというこういう形なんですね。私もあのえっとずっと見まして結構みんな面白い話していてですね あのー、興味深い話をしてますねでどうぞ皆さんもね、あのー、見てみていてくださいそして投票投票ですね投票ですそして、えー、と上位3人は <laughs> あのー、発表いたしますねもちろん下位3人もは,は発表しませんのですね <laughs> <laughs> でえー、っとまたこれはねえー、っと 伝統的な意味で、えー、このインターネットが持ち寄れる大きなポイントにもなるんですねメッセージを流し始めてますね具体的にですねですからどうぞあの皆さんねあの非常に、えー、とクリスチャンが聞いても面白い話も何度も何度もいろいろ毎日出て,出てきますので見ておいていただきたいと思います毎日更新ですねであれを見ますとねあれができますよね日々のデボーションとかなんか言ってね、まあ、そういう名前にするとあのちょっとみんな見ない可能性もあるので気をつけないといけないんですが で長老に一日一日ね、えー、っと10分間ぐらいのメッセージをしていただくとかねそういう手もあると思うんですねと、まあ、もあれあの宣教的な意味で神様が、えー、っとこう用いてくださるっていうねこういう大きな意味合いがあるなとこういうふうに思いますですからどうぞあのそのことを覚えておいてください、えー、っとそれとと,ともに、えー、っと白馬キャンプの CM ができたんですね今急に思い出してましたねそれまず見たいと思います ちょっと消してください。前に出られている長老の方々が。あ、植物。

どうぞ皆さん、えー、っと白馬キャンプにいらっしゃっていただきたいと思うんですが、えー、っと肝心な部分が抜けてたのでそれも入れといてくださいで肝心な部分って何かっていうと今回の趣向紙はベンジャミンさんなのでですね、えー、影も形もなかったので <laughs> <laughs> それを入れつつそして、えー、見といてあのいただきたいとこういうふうに思いますねそれでえー、っと 創世記の十二章の方に入っていきたいとこういうふうに思います。でここでアブラハムが出てくるわけですけれども、あの何度も言ってますがアブラハムは特別な人です。モーセとかねダビデとか信仰のパウロとかね信仰のお模範になる方はたくさんいますがアブラハムは信仰の父と呼ばれてるんですね。父と呼ばれてるのはアブラハムだけです。で新約聖書の中で信仰の基盤としてアブラハムが 特別にこう言われているんですねですから、えー、と信仰者の中でもアブラハムの信仰は特別なものであるというふうに思っておいてくださいそしてこのアブラハムの信仰が、えー、とイエスキリストの、えー人を信じるだけで救われるという信仰に結びついて,つい,ていますこれが土台ですよねそれとともにあのアブラハムの信仰に関しては皆さんに言いましたが神に聞き従うのです 聞き従うですね。そして神の声を聞いて従うというこれが信仰のポイントです。ですね。そしてですね、従うと何が起こるかというと、神の計画が皆さんのうちに成就してきます。そして神の計画を行うということはこれは祝福なんです。 それ自体が祝福なんですねですから神の計画を行えるというのは特別な恵みだと思ってください。具体的にね。そしてそれ自体が祝福なんですがそれとともに祝福が与えられるのです。これですね。神の祝福が来るのですね。だ皆さんが祝福されようと思ったら従うこと。ですね。 全てがととなるという神の働きを見ます、まあ、皆さんのマイナスとかね失敗とか問題とか困難とかねそれがですね全てが益となるとそういう技を見るということになるのですね。そしてですねあの神の計画っていう場合にあの何が神の計画なのかっていうことになるんですが、えっと、神の計画はこれです。 えと皆さんのね使命皆さんの生まれた生まれてきた目的これが全うされるっていうことを言ってるんですで皆さんが有名になったとかね仕事に成功したとかあるいはえー、っとね勝負に勝ったとかそういうことではないのですそういうことではないんですねそうしますとねちょっと間違います。 例えばえっとマバ教会にいるときにですねあのまあ新学生のえー、っと費用を全部持ってくださったんですね。でそれで献金してくださっていろんな方々が献金してくださって、そして新学生はその費用で新学校を卒業して牧師になるっていうねそういうパターンだったんですね。それで女の人がねえっと献金してもらったんですね。それで卒業したら教会来なくなっちゃって、そしてですね。 ノンンクリシャンと結婚しちゃったそしたらみんな疑問に思って、ね、みんな祈って献金したのにノンクリシャンと結婚しちゃってそして教会にも来ないとそして悔しいことに金持ちになっちゃった <laughs> ええってね俺下回らない方が幸運じゃないかみたいなねでもね実はその人とんでもないものを失ってるんですねあの使命 これを失ってんですでこれがポイントなんですこれがポイントなんですだから皆さんね従う道に歩むときに一つはねこういうことが起こってきます、ね、皆さんが金持ちになる道でもないし人生のいわゆる肉的に言う成功する道でもないしで逆に、ね、厳しかったりしますしかしねあの私たちの生きている目的使命を全うできるっていう最高の恵みはここに来るんですねこれです だから皆さんがね神の計画の中に入ってる場合は使命の真っ当に向かっての歩みに入ってるはずです。そうでなかったら皆さんあの神の計画にまだ入ってません。具体的にですね。だからこの使命がポイントになってるわけですね。そしてですね神様はその道の時にこう面白い方法を捉えるんですね。それは何かというと救われてからそのまま私たちの計画を成就するっていうよりもまず、えー と弱さとか罪深さを教えてくるのですね。具体的にね。私はあのえっと高校の時にね。こうやってたんですね。えっとクラス1真面目って、ね。そう見えないかもしれませんけど、私はそうやってたんですね。そしたら横にいる人はね。学校1真面目って言われてた。んです岡丸牧師ね。ね で一緒に悔しさになりましたけどもそこから始まったのは、えー、罪人であるということとそれから、えー、っと弱さですよね弱さそれを教えられて言ったんですねだその道を通らないといけないんですねでそれは何かっていうとその「の恵み」を知るためです。こう恵みなのですよね恵みなのです。あの、 神様が私たちに多く,多くの技をなしてくださったり祝福を表してくださるのは実は恵み恵みっていうのはふさわしくないのに、ね、そういう,う受け取る資格がないのに与えられちゃったみたいなね罰せられるはずなのに祝福しちゃったみたいなそういうことですねですから、えっと、皆さんはその道を取るはずです。で誰ででもそうでしょ見てるとね。モーセだだだっっってててパウロだってペトロペ あのみんなその道を通ってるんですねでその時知るべきことをしっかり,しっかり捉えておかなければならないんですねそしてでね、えー、っと主の計画っていうのは聞かないとわからないんですねだから聞くんですで聞いた時にですね例えば、えーね、主婦として導かれる方もあるし先生として導かれる方もあるし伝道者として導かれる方もありますね で言われた時はそこ行くんですそこそ,それそれが見心ですね。そこの中に神の計画がありますね例えば私はですね最初伝道者になりたいと思って、えー、っとそしてそういう道中きを求めましたけど最初はですねさらに前にされって言われたんですねだからそこ行きましたまあ、そこで学んだのもあるんですがそこで保険取ったからその後の私の病気でですね何百万 あるいは1,000万を超えてたかもしれませんねお金がかかったんですねそしたらそれがね全部もうその保険で給料までもらっちゃった神の御心っていうのはすごいですねで私の場合はまあ途中サラリーマンになって最後に検診というこういう道だったんですけどもそうでな,ないにしてもえっと御心のところがあるのでそこに立つのですねこれですね 満全といる,いるのと見心でいるのは全然違いますから皆さん <laughs> ね。だからあの今私はこうなっているからこれが見心だなんてとんでもない。そうかどうかわかんないじゃないですか聞いてみないとね。満全にいくのとそうでないのは違います。それとともにですねえっと霊的なね例えば主であっても先生であっても社会人であってもあるいは牧師であっても霊的な使命っていうのは。 各々の立場にいることと霊的な使命ね。これが重要なのです。で、この時にね。私の使命はないかって考える時、これ霊的な使命を考える人も多いようですね。そういうことでね、多くの方が間違いを起こします。えっと霊的な使命は自分にあるものと思うのですね。自分は何の働きかって考えるんです。で、これが間違いです。 あの何かというと霊的な使命はいいですかあの教会の一部としての皆さんにあるのです。ですね。の,の私たちですから皆さんね多くのね少数の例外を除いて皆さん教会にあるのです。そしてその教会の一部として私たちはその使命を持って ここういういとになるんですだからこれを理解してないとあの失敗します失敗します、ね、あの例えばえー、っとあの教会が出てきちゃった人何人もいますよねでその時にねこれを感じるのですねえー、っとね歌のうまい人たくさんいたじゃないですかねこっちよりうまい人 <laughs> ね皆さんみんな活躍してないでしょ みんなどうして歌の下手なこっちの方がうまくなっちゃってすごいですよねだって今週なんて大臣の前でね賛美したグループもね女優さんが一緒に打ってくれたりそれから箱根で山ほど食ってきた人とかですねあ,のあちこち病院行ったりね行ってるじゃないですかチームが。ですね。 とかどうしてそういうことになっちゃったのか、で彼らは間違ったんです。自分にたまあのメがあると思ったんです。違うんです。教会の一部の自分にあるから、教会から離れたときにそのメシがなくなっちゃったんですよ。そうなんですね。例えばえっと海戦のね選挙しをやっておられる方もいらっしゃいました。えー、男性でね。 で、えー、飛ばし言ったんですね「あのこの教会からあの、えー、宣教師をして使わされたらいい」と「いや自分の飯を全うします自分で宣教師に行きます」「今はさらにもやってます」失っちゃったんですで彼間違えたんです何かというと自分に飯があるんじゃなくて教会の一部の自分に飯があるから教会の飯なんですね。もっとはっきりしたのがある,あるんですよね。 それは何かというとね、あのイギリスの宣教師をやっていた方がね、自分のあのメッシュをこうイギリスでやりましてね、それで離れたんですね。そして直後イギリスにいられなくなっちゃったんです。ですね、宣教師のメッシュを失いました。だってこちらのメッシュだったんです。ね、そしてそこの教会が何か宣教師のビザをバックしてくださ、えどっかの教会にバックしてくださるということでした。ね、でそこの教会の牧師が 今日我々の前でししました我々と今提携をしております。具体的にね。でこの時にどこで間違えたのか教会に名刺があるんです例えば、えっと、私はですね、えっと、一番最初にこう来たんですね、まあ、人から見ると篠塾家の創立者です、ね。でも私は創立者じゃなくて、えっと、導かれたものに最初に。 そしてね、一つ分かるのは例えば明日からオーストラリアとかねまあいろんな働きをしてますねでもし私が主の十字架に導かれなかったらこれはやってないぞって分かるのですね例えば福音派の教会にいたらねもうカリスマさえ出せないでしょ、ね、だから自分,自分はカリスマとして生きていくんだけど奉仕は全く違うものになったと思いますねそして主の十字架を見ながらねあ,あの危険な教会行くのはやめとけ <laughs> <laughs> まあそういうような状況だったでしょうだから私はっきり思うんですね幸運だったと思いますね導かれてじゃないとこういう刺はなかったしリバイバルの刺があるでしょうでこっちのね実力が何にもかかわらず持ち入れちゃうってことじゃないですかこれ得しちゃったですよねで皆さんねあの教会なんですですすねだから教会に手があるから例えば賛美チームだってどんどんいくでしょう 皆さん手のあることをやるのですね。だって海戦だってどんどん行くでしょう。皆さんあの外の教会の人たちが驚いてます。こんだけ海戦の破壊計をしてね、次々と技が起こってくると。じゃあ何かというとね、この教会に目線があるからです。この教会ね。だって皆さんね、そんな海戦に優れた人じゃないじゃないですか。ですね。なんか宣教師もなんかよく寝てる人から使わされていくみたいなところもあって。 そうで,しょで外で言ってるじゃないですかね英語ができないと海鮮の基本的なことがないから落雷ってね私を含めできないじゃないですかみんな一部の答えを除いてでそれはですねだから皆さんが飯の時には実はそのパターンですね教会の飯のね教会の一部としての皆さんの教会の飯と。 だから飯が分からないっていう人はね実は見方を間違ってるんですねもうすぐ簡単に分かるんですね何かというとその教会の飯を見ればいいのですその飯の,あの教会の一部としての皆さんだからそこに関かわかる事柄が皆さんの飯ですこれはねそういうことになりますですからその教会の動きっていうのは重要なこう意味合いもするんですねそしてね例えばえー、っとリバイバルにおいても 簡単な話ですリバイバルの器になりたいとなんとかなんとしてもなってやろうなんとかなりたいって言った場合ね簡単なの。教会だから教会にいるから教会にリバイバルが起こっちゃうから別にね起こっちゃったらいるわけだから。<laughs> で皆さんがどんなに優れていたとしてもですねその飯から外れちゃう教会に行っちゃった場合ね皆さん。 飯から外れてますから燃え上がらないのですよ皆さん。燃え上がらないのです。あの具体的にね私ね得したと思いますねリバイブルの教会でしょだから、あのー、私がねよっぽど下がらない限り牛から外れない限ぎり、まあ、教会出ない限り <laughs> 皆さん出たらその教会に神様が計画している神の計画を失うのです。 分かりになるでしょ、ね、だから、あのー、出て金持ちになったとかねうん出て夢になったとかそう,いうそういうのは山ほど出てくるでしょう、ね。しかし皆さんね実はね人生のポイントは、えー、と人生の目的を皆さんがししてるか使命を全うしてるるかとか使命今言いましたように皆さんがもしそのことが分かんなかったりそのことを全うしてなかったらまだ神の計画の中には入ってないと。 ていてくださいしかしこの中に入るときに主はですねあの素晴らしい恵みと祝福を持って臨んでくださるということをね覚えておいてください。そしてこの時にえー、っとね「聞く」っていうことです。神様にあの聞かなきゃわかんないんです。聞かかななきゃわいんですね えっとね、私はねあの幸運だったのはいろんな問題とか困難であったんですねだでったんですねでねあの私人にあんまり相談できないタイプなんで、ね、できないんだ恥ずかしくてやらないんだだからそれが得しましたね,ねも,もちろん相談が必要な人がいるからそういう人は相談してくださいいいですかで私ね神のとこ行った、ね そうした時の神の答えってのを驚くべきことが次々と語られました。こういう状況になった。これはのど,うどうなんですか？とかね。どうしたらいいんでしょうか？俺はどう判断したらいいんでしょうか？ってね。お尻に言ったんですよ。そうしましたらですね。あの、驚くべき神様の恵みと祝福がその中で語られてそれ聞きましたよね。だからえっと皆さんね。えー 人は助助けけになりますけど補助ですど補でね神です皆さんあの,神の,との,神のところへ行ってですね皆さんが滅びるってことはありません神のところへ行って皆さんがダメになるってことも全くありません神のところへ行ってですね皆さんが落ちぶれるってことも全くありません、ね、神のところへ行ってもですね寝るってことはあるでしょうけど <laughs> <laughs>、えー、ですねで人はよく間違いますからね皆さんねあのよく。 あの間違いますからね。そしてですね、えっと逆を言いますからね。逆を言いますよね。これはね気をつけないとあのいけないんですね。よく今日ねあのデイビッドさんが来てくださいました。デイビッド牧師ね。そしてえっと最初の話ではデイビッド牧師が先週来るはずだったのです。ね。で先週来るはずだったのに。 その先週にですねブラジル人協会から奉仕に来てくださいって頼まれてミャンマー人協会から奉仕に来てくださいって頼まれたでもデビッドさんが先週来るって言うから、ね、二つとも断ったの <laughs> ねっほの日なら行けますよって言ったらこの日じゃないとダメだって言ってね二人ともう他の講師読んじゃったそしたらですねデビッドさん知らないって言うそんなこと <laughs> ね途中こっちに書いてくださったわけですよ皆さん ね、そしたらねこちらの方はね、まあ、デビットさん知らないって言ってましたし委員会がねそういうふうに、まあ、あのやむを得ない事情もあったんでしょうけどねっに聞いてらね神さん言ったでしょ先週、ね、は来ないよって <laughs> 振り回されるなと <laughs> それで私は全てを失ったのです皆さん。ね、だって、ね、二つだってミャンマーなんてしょっちゅう招いてくださって。 ブラジル人教会もねあのブラジルの教会招いてくださってそ,のねそれをやってくださった方が恩のある教会だししかも2つも来たのに一日のうちにねところがねあの人の言葉にした引っかかってす <laughs> べてを失いましたす <laughs> べてをねでこの時にですねいいですかあの補助にはなりますが神の言葉神の言葉聞くんですね そしてです、ね、神の計画を行うためには神の言葉を聞かないとダメです。神の言葉ですねあの私がカリスマになった時にですねえっと20人ぐらいいたんですよ仲、ね、間はね中川健一さんもいましたし岡丸さんもいましたし塚越さんもいましたねそしたらねみんな食い改めちゃった牧師、まあ、がいたんとかなんか言ってそして一人一人、えー、言ったのでみんな食い改めちゃった20人くらい。 そしてでですすね悔い改めななかったのは5人なんです中川さんと岡村さんと塚越さんと私と中川さんの奥さん。ねでね一人だけ一、ね、人だけちょっと中間がいたんです。この人はね従ってくるんじゃないかと思った人ですよね。そしたらねその人ね、あのー、こっち来なかったんですね。カリスマが正しいって方向に来なかったんでね なんか自分の信頼してる宣教師のところに相談行ったってそしてその宣教師の言うことを聞くと、まあ、あの人の言うことは聞こうってこもったんだそうですねそしたらその宣教師が「カリスマは駄目だからやめなさい」とかやめたんですそしてですねまあそれでねだから素晴らしい恵みを失ったなと私は思ってますけどもそしたらその宣教師が漆嶋牧師の親友なんですって。 言って牧師から聞いたんでねすっごいカリスマだって <laughs> そしてねその宣教師が言ったのはおそらく日本だとカリスマは迫害を受けちゃうからだからやめなさいって言ったみたいですねでもねその宣教師はすっごいカリスマなんです皆さんねまあハイ慮ンがあるにしろ私は間違ったことを言ったなと思いましたねはっきり言うべきでしたよねあの具体的にね 彼様は正しいってねで皆さんね神の言葉これですねそしてですね神の言葉に従うときに皆さん使命目的が全うされるのですあのこれはねえー、っと美味しいものいっぱい食べられる人生じゃないのですでもね私ねえー、っとグルメじゃないんだけどあんまし美味しいものってだって食べたって忘れちゃわないですか <laughs> <laughs> そう思いますよ思いますね いくらあのすごいものを食ったってそんなのさよならじゃないですか食い終わって、ね、もう23時間経つと忘れてますよね食べない人と一緒じゃないですか、ね、でやっぱりあの自分が食べて一番おいしかったのって考えるとねせち、まあ、がないことを思い出すわけですよ例えばねあの、えー、マグロのお刺身1個あってご飯がいっぱいあるでそれをねあの3ミリぐらいずつちびりちびりと切りながら それでご飯にのせてですねあと何センチみたいな感じで食べる時あのね私が一番おいしかったのはそれですよね <laughs>。金粉付きのねすごいやつ食わしてもらったりなんかしましたけど <laughs> やっぱりおいしかったのはあのちびりちびりとね食べてそれから誰も食えない夏みかんをですね持ってきてですねそして夏みかんにお砂糖いっぱい入れてでああまだ酸っぱいじゃんお砂糖いっぱい入れて酸っぱい酸っぱいってね そういう時に食ったやつ <laughs>。ね。まあでもそんなの虚しいじゃないですかね。だってね。あの美味しいものを食べた人とあんまり食べてない人で今では変わらないんですよ。空腹で美味しいものを食べたから、なんか特別なことが続いてるかってそうじゃないでしょ。皆さん。ですね。 で皆さん、ね、この目的使命をまた果たすかどうかって大きいんですもちろんこれは皆さんが電動車になるってことはなくて主婦とか先生とかサラリーマンの中で使命を果たしていくっていうことですよね。そしてですね使命は教会なんです皆さん例外的なことを除けばこれなんですここにあるんです皆さん、ね。だから繰り返しますけど例えば皆さん個人をやりたいというクリスチャンは何人いるか。 たくさんいますよで、そのために勉強し備えて準備をし全く道が開かないと多くの方がいます宣教師になりたいと思って語学の勉強をしてねいろいろ訓練を受けて全く開かれない人ってたくさんいるのですなぜか皆さん所属している教会にそのビジョンがないからですないからですでも皆さん主の十字架いたらいけるでしょう皆さんね 使わされるじゃないですかでそれはどうしてかっていうと皆さんね教会にその使命があるからです、ね。だからこのところははっきりと捉えておいてください。皆さんね、そして皆さんがビジョンがわからないっていうのはその要するに教会のビジョンの一部だからどれかなんだ,だい大体そう考えればいいですね。また同時にリバイブラーは皆さんに怒ってきます。ちゃんとあの教会にいる限りなぜなら教会の使命だからです。ね、それ怒ってきます。だーっとね。 根本的な問題にはなりません。あれ起きてるじゃない。<laughs> <laughs> <laughs> えですね。あのー、最近あれですよね。あのー、なんかあのーえー、お寺かなんかいると両側にいるじゃないですか。こんなこんなことやってんのと、こんなことやってんのと、<laughs> <laughs> その二人みたいな感じですね <laughs>。<laughs> えー、そしてですね聞く時聞く,聞く時ですそして皆さんねあの聞くっていうことに祝福があるのですなぜあのアブラハムが特別に言われてるのか彼の信仰なんですで何を見せてるのか聞くっていうことですで従うっていうことですねでこの中で主はね素晴らしいあの恵みを私たちに表してくださるのですねで皆さんね人生が成功するかどうかは皆さんがどんな 力を持ってるか、能力を持ってるかとかね、あるいは努力をするかとか、体力があるかとか、そんなことではないのです。神です。神。で、神の見心を行うかどうかね、これがポイントですのでね。もうどなたにでも最高の成功をする機会が与えられていますし、また同時にね、それ選択失敗したらね、いくらそのお金持ちになったってなの無駄しいわけですからね。 具体的にね、あ,のあとあ死んだ後あとでああなんて私あの変な人生を送っちゃったんだとね無駄を送ったなっていうね残機の念に歯ぎしりしてって書いてあるんですよねあの。一つはね軽挙をされなかった人がね歯ぎしりしてーってしあのあの悲しむって書いてある。だから皆さんね歯ぎしりしない方にいてください。ね、でこれはもう最高のあのー。 えー、もう残機ね本当にこうしなければよかったとっいうことですからねどうぞそのことを覚えつつあえんどいてくださいお祈りします手のすまお一人お一人のうちに豊かに働き最後横と宮沢をあらしてくださいお願いいたしますあの示されていることがある方がいらっしゃるのでど,ど,んど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 ん信仰の骨格をしていくように、えー、それが、えー、この、えー、道を開きます手のすまどんどん豊かに導き最後横と宮沢をあらしてください四五四の 約束したことがあった方がいらっしゃって忘れちゃってるんですよ。その約束を全うしていくようにその時栄光がされますテ手スマ、どう豊かに導き最後横戸宮沢をあらしてくださいえっと何かはっきりと聞かない方がいらっしゃいますそれいやよく分かってなかったり聞き違いをしますこれは神の前に立ってしっかりと祈ってそして吟味をして対応するようにその時はっきりしてきます 癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い当ための時、これもしたいと思います。それでは、おのので癒しのためにお祈りください。テロ様、あなたはこの前にご入在されていることをありがとうございます。どうぞおおどうう、お一人人のカト精神にグれ癒しを行い、解放になってください。イエスキストのみなって、甘いの力を打ち砕く。イエスキストのみなってめず、お一人人おのカトセシンやまのれをせん。これ、イエスキストのみなって、お一人人おのカト精神ング癒されよ。 癒され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 、えー、ちょっと耳は耳のところに痛い方がいらっしゃいますこれが癒されました、えー、右の腰が悪い方がいらっしゃいますこれが癒されました喉が悪い方がいらっしゃいますこれが癒されましたイエスキリストのみによってお師お人のことを宣言しを宣言する感謝しますイエス様の名前によっておなたいますアメンどうぞ 아 a l 야아 l 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同に得おしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。えー、っと明日からーオーストラリアチームが行きます。えー、どうぞあのお祈りください。えー、あそれからえー。 と2月5日の殉教聖会ですね。えー、っと西高の丘でできることになりましたので今回引き続いてあの殉教の場でそういうことができるようになりましたのでね。どうぞ行かれる方はいらっしゃってください、えー、今日の第2位、第7位はやデビット牧師の方針があります。夜はですね。イスラエルに関してのセミナーをしてくださいます12月7日、25日コロゴスペのコンサートがあります。 それからに20あ30日もあるんですけどね。教会でね。そしてえっと7日は今週なので、お友達また家族を連れていらっしゃってください。癒しの剣が8日6時半から行われます。それから、滝田さん、栗田さんが、えー、先日宣伝を行れました。おめでとうございます。アメリカチームは1月7日、12日ですね。まあ、あの飛行機代がすごい高くなってますけどね。えー 六番目感謝の選手は四時半。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。この冬も白馬スネルゴイキャンプが行われます。え二月二十七日水曜日から三月い一日え金曜日二泊三日の予定となっております。長野県の白馬グリーンプラザホテルの方で行われます。今年はですねベンジャミン牧師があの講師として来てくださいます。受付の方に募集要項と 申し込み用紙がおいてございますのでぜひお持ちください。キャンプの際に東京安定おけ協会から出発するバスのご案内です。え二十七日の先発バスが八時出発、後発バスが九時半出発の予定で今計画しております。バスを希望される方は。 街道の入り口の方に詳細書いてありますまた申し込み書になっておりますのでご記入くださいよろしくお願いします新学校からです 新井浩二先生の聖職進学講座が今週の土曜日から始まります。この講座は海外選挙学2の時間帯14時30分から15時50分の間に行われます。月2回となっています。海外選挙学2を取っている方はこの講座を含めて出席対象になります。また通信制やまたこの教室に直接来ていただいてこの科目だけ長考することもできます。その場合は 1>, 1万5000円となっておりますまた新学生が通信制で学ぶ場合は1万円となりますよろしくお願いします電動部会のお知らせです今週の土曜日12月8日ですね6時半より癒しの集いがございます時間を取って丁寧にお祈りしていますのでお友達を誘ってきてくださいお待ちしています 明日からオーストラリアチームが使わされます。祈りの課題が受付においてありますので、皆さん、お祈りをよろしくお願いいたします。また、断食投票が入り口のところに貼ってありますので、おもにがある方はよろしくお願いいたします。12月7日、金曜日、ザ・公園寺で心ゴスペル冬が行われます。チケットはお茶の水。 えー、CLC、えー、新宿オアシス立川室で取り扱っていますまた教会の販売でも取り扱っておりますのでどうぞ、えー、お誘い合わせの上、えー、お越しくださいまた12月25日は中野ゼロホールで心こすぺるホットなクリスマスが行われますこちらの方もお誘い合わせの上皆さんお越しくださいよろしくお願いします 心ゴスペルのチラシを賛美チームとともに配ります。今日は高円寺、えー、と広場で北口はゴスペルシード南口はカムエンドバーシップ、えー、と中野駅は技術になります。時時時間は3時から4時 前までを予定しています主になる方は高円寺場3時に駅前広場へまた中野の方に主になる方はメモって教えてください本日は12月7日金曜日の心ゴスペル関係者の全体ミーティングがありますコンサート関係者の方は4時にこの街道にお集まりくださいお願いします 雲の間にある二次出版からお知らせです先日行わ,れ行われました新井浩二先生の癒しのセミナースネルゴイスラペイアの第5回の DVD が発売となりましたご購入される方は私横の方までよろしくお願いしますはい、以上ですかねはい、それではこれでお会、えーはいを閉じますどうもありがとうございました